花ちゃんの看板です。花が咲いたくさん咲いて、花と咲いているのが赤くなるやん。そこそうなんや、ここやな、絶対ここやな、の裏やな。はい、ちょっと見たことないやつなんですけど、令和なんですよね。令和が発表されて2本目の動画なんですけど、いいね令和って。なんかかっこいいし、古臭くないし、やっぱ言語を使ってるのって日本しかないんですよ、世界で。今はね。そこに持ってきての令和ってもうかっこ、しかもそこ万葉集から撮ってるって初めてやからね。多分。めっちゃくちゃ国語の勉強したくなるやん。今までどうでもよかったよ、万葉集なんて。そこをそう持ってくるっていうのは本当に平成から良かったなと思います。だって平成の時そんなに由来のお話なんて全然出んかったもんね。いい漢字二つですみたいな感じなかったっけ。わかんないですけどもね。いいなと思いますね。っていう雑談なの。俺これね、実況なんとかっていうのをもうやめて、雑談にしようと思うの俺。あの、ゲーム全部。俺、だってさ、雑談、あ、じゃあ、実況ってさ、いらんやろ。例えばどう、だって実況っていう言葉がね、俺最初違和感あったんやて、平成みたいな感じで。令和は、あの、違和感ないんやけど、なんか、実況じゃないやんって、おっと、鼻に乗った兵法踏んだ、みたいな、これやん、実況って。そんなんじゃないんじゃないですか、みんなが言う実況。これ、俺、なんか探してるやったよね、今。見つかる？このペースで。大丈夫？看板、ちょっと待って。どんなやった？ちっちゃ！見えんな、あんなもん、俺。花がいっぱい咲いてる裏って。どこやったっけ？あ、そのなんか、どこやったけど、っていうみたいなさ、おっとって古いな、これ。筋肉マン世代なんかもしれないですけど、そういうものやから実況って、もうそもそも違和感があったんですよ。だから、そうじゃなくてですね、あった！もう雑談っていう風にします。雑談動画見ていただきました。ありがとうございました。なんか雑談がいいや。何探したいんだっけ、今俺。花ちゃんの看板。でっかかったね。もうなんか大きさがあんまりわからんで、なんか探し方が難しいんですけど、あの大きさなんやって。そこだけですよね、探し物で難しいの。あとはその強制スクロールのところでここを取らなあかんとか、そこら辺ですよね。はい、ありがとうございました。これね、6個。